で、2つ落として乗せるだけでしょ。369だから、うん、で、どうです、ここどこ、ちょっと食べなくなってトイレも1、2回ずつしか、え、1日に、はい、1、2回しか出ない、うん、実際に食べてる量はどれくらいなの、あ、これですか、はい、合計上ウエット、はい、ふやかした状態で 15.8 と、はい、ってことは、ね、ドライだったら3分の1が5ぐらいとかね、そうですね、はい、このままで、はい、5、15から18、20 15から20ぐらいで、AD がこれはそのままのグラムですね、はい、4から6ぐらい、硬いのはもう食べない、食べないですね、今はちょっと食べるけど、全然少ないよね、これでは。そうですね、ウエットだったら、だって10だったら30グラムぐらい食べるでしょ、まあ30グラム1回いかんかぐらいかな、うん、で、うんちの方は、うんちは出てるんですか、はい、一応毎日、この間だって出てなかった、ここでいっぱいしたんだよね、確かすごいしましたよね20グラムぐらいしたんですよね、うん、で、お薬はこれは、あ、エディカンで食べてます、エディカンは好きなんですね、はい、助かるな、それは、うん、朝もエディカンでお薬食べるともうウェットもいらないって感じで、うん、でもそんなにたくさんないでしょ、エディカンで行くの 4から5グラムぐらいだから、でもじゃあ薬は1日2回飲めるんですか、できてます、朝晩と、朝晩と、じゃあ調べてみます、わかりました。あー、出た。うんち。まあ、出るよね。そうすると体重がさ、もうちょっと薬飲ませてもらっていいです。この子出しますから。で、ここではちょっと抗戦勝者だけします。100の3分。うん、大きいやつでやって。うんち硬い、まだ。そうですね、硬、うん、いね、まだ、そう、点滴手術がいいかな、こんな硬いんだったら点滴します、硬いね、いいでもこんな、こんなもんですよ、硬さ、あ、そうです、あ、でもちょっと硬いかな、これは明らかに硬いよね、大きいの出たね、全部出たんだけど、ちょっといいの出てたんです、そう、だから脱水してるんですよ、今度おしっこがいっぱい、うん、いっぱい来た、確か水全然今飲まなくなってるから、いや、ウエット食べてるから、あ、それで補えてます、まあ補えてるというか、どうしてもウエット食べるようになれば、うん、ドライだけの時よりは飲むにはね、うん、ドライを例えば 1g 食べたら水は 2g 飲んでることになってますから、ちょっと持って持ち上げて、うん、ちょっと待ってね、はい、はい、じゃあいいよ、はい、やっぱしさ、ちょっとうんち硬いから点滴もしますね、はい、すいません、やらないで言っちゃったから、そうすると、で、このちっちゃい方で外してさ、全身から下の方からも、うん、当ててください、
ね。カジカジ。見た感じの元気はどうなんですか。あんまりでも走ってもね、足動かないし。動きない。寝てばっかりで。寝てばっかりですか。トイレを自分のケージでしないのしたくなっちゃう。外に出して、決まった場所からするんですよ。なんか変なもの食べてるって可能性はないんですよね。ないですね。からここ1週間は戻したいじゃないですか。うんちゃん大概あんな感じの、はい、ちょっと固めって感じで。3個目だ。いいね、いっぱい出て。はい、じゃあ一回止めて。はい。本当だ。でもさ、硬い。見るからに硬そうだけど、触ってもやっぱり硬いよね。この子たちでさ、本当形があって結構柔らかめなんだよね、普通ですよね。うん、はい、じゃあ一回止めます。